なかなかあ、あっちゃんが待つ人に喧嘩売ってる動画見たよ。全部見てねえけど。で面白い面白くないとか別にして、キモいなって思った俺。<laughs> キモいなって思った、本当に。ただそれだけ。なんだろうな、この感情。すごい、論理的に説明できない人間の,この複雑な深層心理の感情としてね。 俺、おえちゃんにはキモいなと思わなかったんだけど。まあ、男の子だしあるだろうな、そんなことは、つって。俺はやんないけどままあ、別に、してても別に、まあ、あるだ、みんなしてるだろうなって思ってるけど。あっちゃんはキモいなって思った。お前が松本に憧れてるからじゃないのいや、俺じゃなくてさ、芸能芸人、お笑い芸人が松本人志に憧れて,てるから、松本人志が審査員やってんじゃないの 誰も憧れてなかったらテレビ局も使わねえだろそれでねあれが違うよ俺別に憧れてねえもん好きだけどなりてえと思わねえもん俺ジャンルが違うじゃんそんなな中田敦彦の件正論だと思うんだけど僕がおかしいのかいや別にそういう考えがあってもいいんじゃないどの辺がキモいんうーんやっぱ あれ別に権力者に巻かれてるわけじゃなくて松本人志って多分すっげえとんでもないことをしてきた人じゃんそれのただの功績で今評価されてテレビから使われてるだけで実力なかったら使われてねえってあれ世間の声で採用されてそうじゃない松本人志に評価されたい芸人がいっぱいいそう中田のあっちゃんよりじゃあ分かりました 僕の代わりに中田のあっちゃんが M1 の審査員やりますって言ってもなんか俺別にあ、なんでまっちゃん審査員いねえのかよ。つまんなってなるんだけど俺は。まっちゃんが審査員やってるから見る。俺はね。<laughs> しかも松本人志も当時思ってたんだろうな,なんでこいつらが みたいな自分より、俺の方が面白いだろっ、つって勝手にさ、自分で面白いことしてさ、勝手、ね、自分の力で天下取ったのにさ、同じ状況で松本人志は突き抜けたのに、だったら、やればいいのに。な60のじじいだと倒せんだろ。ねえ、最前線に立ってやればいいのに。千鳥とかかまいたちとかもう取って代わるでしょ、そのあとじあと5年くらい経ったら。 動画全部は見てないけど、ちゃんと見たところもあるよ。なんか YouTuber で登録者数500万人で、吉本工業離れた僕が言ってるんですから、みたいな。YouTuber なんか大したことねえって。松本一人が YouTuber やったら1ヶ月で多分300万人くらい行くよ。真剣にあっちゃんぐらいやったら、多分3ヶ月ぐらいで越されるんじゃない 中田で笑うのは結構知性がいる。中田が面白いならドフトエフスキーが読めないとか、モーツァルトに乗れないとかという感じで言われない方がいい。こう恥をかく。これ多分冗談で言ってるだろうけど、冗談で言ってると思うんだよ、絶対。そんな、わかんない。ちょっと思ってるんだろうけど、えっと、冗談で言ってると思うけど、だったら世間から支持されなそう。ドフトエ,スエフスキーを <laughs> 読めないとかさ、モーツァルトに乗れないやつなんて多分国民の95%だから、日本で支持されねえよ。消えるぜ、そのうち。 俺はバカに笑われて生きていきたいから。YouTube 見てるやつの大半そんなだよ。そのドフトイエフスキー読んでるんです。モーツァルトに乗ってるんですってやつ、たぶんあっちゃんの YouTube 見てねえよ。小さいのね、バカ見てんだろ。でもあっちゃんもおもろくてすごいんだよ。マジで。こんな中悪口言ってるけど。感心する。 面白いよね。あのー、しくじり先生とか。いやおもろいおもろい。お笑い芸人じゃないんじゃないタレント性タレント、エンタメみたいな。面白いのって藤森さんじゃんあの人芸人じゃん。変なことするじゃん。でもそういう汚れ役って全部藤森さんにやらせてない <laughs> 自分はやっぱかっこよくありたいみたいな、さ。宮迫宏之タイプじゃない いや、西野さんはおもろいよ。俺はめ、でもなんなら、トップクラスに面白いと思う。いた、なんか、いた面白くない板 <laughs> 面白い。